西武5000系電車は、かつて西武鉄道に在籍した特急系車両。本系列は、西武初の座席指定制、有料列車専用車両として申請され、レッドアロー、レッドアローの愛称を有し、1970年度の鉄道ともの会ブルーリボン賞を受賞した。これまで、x h 系、及び x h 系、付随者や制御車はこれ2000を足して、 1X01K 及び形というような形式名であったが、本系列は、西部初の末尾例の形式番号、つまり、X01K の形式称号から決別し、形式の数値も大きく飛ばして5000番台となった。1969年、昭和44年10月の西部秩父線の開業を、控え、西部鉄道においては、 秩父方面への観光需要喚起を目指して都心部と秩父方面を直結する有料特急の運行を計画した。こうして申請されたのが本系列であり、同年9月に第一陣となる5501.5503編成が竣工した。同年10月14日には西部秩父線が開業し、本系列は同日より運行を開始した特急、秩父に重当差た。 なお、本系列の設計は、日本国有鉄道、国鉄の特急系車両の申請を数多く手がけ、かつ、西武と主要機器の納入等で、関係の深かった日立製作所の手によって行われた。参加の西武所沢車両工場設立後は、同所において保有する、車両全車を申請してきた西武にとっては、本系列は、現、西武鉄道発足後初の外部発注による、 申請車両ともなった。当初は区ハ5500系、TC1 からもハ5000系、M1 からもハ5000系、M2 から区ハ5500系、TC2 からなる4両編成で申請され、多客時には2編成を並結した8両編成で運用された。後年大半の編成が6両編成化されたことに伴い、最大で6プラス4の10両編成での運用も行われた。 最終的には、全編成とも6両編成となり、1978年、昭和53年までに6両編成6本36両が申請された。西部において、多数の実績を有する軽量傾向を多用した20メートル級、全高性車体であるが、居住性向上を目して、車体幅を従来車よりも、 1> 約1 0 0トル拡幅した2 9 0 4 6ト、mm、ルとし、車体裾部並びに窓上部に傾斜、絞りが設けられた、いわゆる裾絞り構造とされたことが特徴である。なお、車体限界定色を回避するため車体高はその分低く取られており、従来車と比較して1 3 0ト、mm、ル、低い3 5 3 3ト、mm、ルとされている。 全面形状は大きく傾斜を設けた流線型形状で運転席高さを床面より 300mm かさ上げした高運転台構造である。全面窓は車体中心部で細いピラーによって2分割され、さらに車体隅柱部直前にも分割を設けた4枚窓構成としており、車体中央寄りの2枚の窓は平板形状の合わせ、強化ガラスを 車体隅柱部の2枚の窓は、隅柱部の局面形状に合わせた局面ガラスを、それぞ採用している。前面装庫には、エッチング加工を施したステンレス製の飾り板が、設けられ、中央部には立体型の西部鉄道車掌が、取り付けられて、アクセントとなっている。また、前面下部には、大型廃照器、スカートが装備された。全灯は、シールドビーム式で、 全面左右下部に設けられたライトケース内に後部標識灯と共に片側角2灯、計4灯が設置された。全面左右膜板部には通過表示灯が設置されている。また左右ライトケースの間、すなわち車体中央部には列車相性表示板受けが設置された。側面窓はシートピッチに合わせた 1515mm の広幅固定窓とされ、 冷暖房効果工場並びに棒曇り効果を目して、窒素ガス封入式の二重窓構造であり、ガラスそのものも熱線吸収ガラスが採用されていい。客用扉は各社に箇所設けられた。車内デッキを設置する都合上、各社とも国力車端部に寄せて設置されており、室内からの展望を考慮して、戸袋窓を省略できる 700mm 幅の折り、 扉を採用した。扉窓固定指示は H ゴム式である。車体塗装はクリームを基調に赤帯を全面下部から側面膜板部並びに腰板部にかけて回したツートンカラーとし、全面ステンレス板下部から膜板部にかけての斜めのラインがアクセントとなり、スピード感を強調している。本系列の愛称であるレッドアローはこの車体塗装から命名されたものである。 車内には、客用扉と客室を仕切るデッキが設けられ、デッキ部の仕切り扉は、デッキ側並びに、客室側双方の床部に設置された、感圧式マットスイッチを踏むことによって動作する、自動開閉構造である。扉そのものは2枚の茶色系、透明アクリル板の間に、花柄のレースを封入したものとされ、開放感を演出している。座席は、回転式。 クロスシートで背もたれの角度を調整できるリクライニング機構は省略されている。シートモケット色は各社ごとに異なっており、池袋向き戦闘車、区ハ5500系偶数車から順番青、金茶、円磁色、若草、薄緑色とされていた点が特徴であった。シートピッチは 930mm で、当時の国鉄特急系車両を普通車と比較して 20mm。 広く取られている。なお、座席定員は区派5500系偶数車が64名、同期数車が56名、も派5000型が72名である。床部は全車ともグレーのロンリウムが採用され、座席部と通路部で明度が異なるツートンカラーとした。快適設備として、各車とも西部では、初採用となる冷房装置が搭載された。冷風吹き出し口は、天井部左右に、 スポット式のものが設置されている。客室照明は、半ンマ設式で、天井部中央に設置された 600mm 幅のアクリル製カバー内に40ワット蛍光灯を枕木方向に3本並べた構造の照明装置が採用された。トイレは、反応無機戦闘車、クハ5500系機数車に設置され、公害防止の観点から、落成当初より、 循環式汚物処理装置を搭載する。また、トイレの向かい側は、車内販売準備室となっており、同部分の側窓のみ二段式の開閉可能窓となっている。主要機器については、保守合理化の観点から、当時の最新型車両であり、かつ西部秩父線の山岳区間走行を考慮した、設計とされた101系と共通とされ、両系列は、 全く同一の性能を有する。無論量系列の並結運転も可能であったが、営業運転においては実現することはなかった。主電動機は1時間定格出力 150kW の日立製作所製 EGS-836NRB もしくは、東洋電気製造製 TDK-8010A 直巻清流子電動機を中空軸並行。 カルダン駆動装置を介して搭載する。同種電動機は本系列が申請された1969年、昭和44年当時、全6 7 m m 機関、狂気をカルダン駆動種電動機としては、最大出力を有し、最弱回自立を35%と大きく取ることにより、勾配区間走行か高速走行まで、対応可能な設計とされた。歯車比は101系。 同様86、15、5.73? である。主制御器は二両分8機の主電動機を制御する一 C8M 仕様で、日立製作所製電動化無軸式 MMC、h t b 2十 e を、奇数電動車に搭載する。立行ステップは31段、弱め開示軌道1段、直列12段、並列13段、弱回、15段。 発電制度を25段で、バーニア・ノッチ等特殊な装備を持たない、抵抗制御車としては、比較的多い立候ステップ数を有する。また、同種制御機は低使用発電制度のほか、勾配区間走行対策として、そもそも即発電制度機構を有する。台車は、住友金属工業製の、ペデスタル式空気バネ台車の FS-372。 電動車用及び FS-07 に制御車用を装備する。同台車は101系より採用されたダイレクトマウント式空気バネ台車であり、その後の採用例は本系列にとどまらず、1990年代にかけて20年以上もの間、西部における標準台車として採用され続けた。制動装置は発電制動併用電磁直通ブレーキ。 HSCD で、前述の通りそもそも即発電制動機構を有する。なお、低使用発電制動は、ブレーキ弁操作によって、そもそも即発電制動は、主管制御機、マスコンを立候補は逆回しに操作することによって、それぞれ動作させる仕組みとなっている。冷房装置は、日立製作所製の集中式冷房装置フターマイナス375から 203A。 冷凍能力2 8 0 0 0カロリー、h を1両あたり1機搭載した。冷房装置の種類決定に際しては、工事の通り本系列はもは5000.5050 50、軽機数車パンタグラフを2基搭載することから、分散式冷房装置を採用した場合、搭載スペースの都合上所定の能力を得られないことが懸念され、集中式冷房装置に決定したという経緯を有する パンタグラフは従来車同様に更新成功所成、KP-62 系を採用し、モハ、oh、5000点50 5050系機数車に2機搭載する。なお、本系列は前日の通り車対抗型系列と比較して低いことから、パンタグラフ作用口を抑えるために、パンタグラフ台座が大型化されており、外観上台座の高さが目立った。電動発電機、MG は、 冷房装置搭載に伴って、大容量化され、出力119馬の日立製作所製 HG-584i が採用された。電動空気圧縮機、CPYK352 機、MGCP いずれももは5000点50 5050系、偶数車に始めする。その他、全面連結機下には、電気連結機が装備され、前日の通り、本系列同士。 もしくは101系との並結運転を想定した設計となっている。また、本系列の連結機動時は、復元バネ部を同時、横領の下部に設置した特殊な形状のものが採用された。前述の通り、1969年、昭和44年9月に5501.5503編成が、 同年12月には5505編成がそれぞれ、日立製作所で申請されたが、翌1970年、昭和45年3月に落成した5507編成以降はいずれも、西武沢車両工場で申請されている。以下、主な編成を記す。5507編成までは4両編成で増備された、本系列であったが、1974年、 昭和49年2月に落成した5509編成は本系列発の6両編成として申請され、中間電動車も、は5050型が新規区分形式として誕生し、同形式は編成内の池袋、西部秩父寄りに組み込まれ、主要機器の使用はもは5000系ユニットと全く同一である。車内設備に関しては、若干の改良が加えられ、 5509編成並びにもは5050系ユニットについては、車内座席が回転式下にリクライニングシートに変更されたほか、シートモケットはオレンジ系で統一されている。また、5509編成では6両編成化に伴い、区派5500系偶数車にもトイレ及び車内、販売準備室が新設され、区派5500系奇数車と外観、 座席定員数が統一された。もは5050型は5509編成に組み込まれる、もは5059.5060のほか、同年3月から5月にかけて5501から5507編成の増結用車両としても、は5051から5058の8両が申請された。同時に、既存の編成についても、車内座席を簡易 リクライニングシートに交換し、シートもケットもオレンジ系で統一された。また、区ハ5500系偶数車へのトイレ及び車内、販売準備室新設が行われ、それに伴う客用扉並びに、車内デッキ位置の移設が施行されている。同時期には、VHF 対空間波方式による列車無線の採用が決定していたため、区ハ5 5 0 9 5 5 1例は落成当初より、 無線アンテナを装備しており、区五5501から5508は、追加改造で、準備工事が施行された。なお、多客時の重連運用を考慮して5505、編成のみは4両編成のまま損置され、五千5055.5056ユニットは竣工後2年近くもの、間小手差し建築、現、小手差し車両基地に留置されていたが、1976年、 昭和51年2月に6両編成化が実施され、本系列は6両編成で統一された。全編成6両編成化に伴い、1976年、昭和51年のダイヤ改正以降特急列車の終日1時間ヘッド化が実現したが、さらに臨時列車の定期列車格上げに伴う予備編成確保目的で、1978年、 昭和53年2月に5511編成が申請された。同編成も5509編成と同様、当時より6両編成で落成しているが、全面相性表示が伝承式に改良され、相性表示板もアクリル製の半透明のものに変更された。その他、換気効率向上のため各社の屋根上に押し込め式、通風機を新設し、冷房装置も 改良型のフターマイナス375から 203C を搭載する。同冷房装置の能力は28000キロカロリー H とフターマイナス375から 203A と変わりないが外観情報熱光の形状が異なる点が特徴であった。また、車内座席はフリーストップ式のリクライニングシートに改良され、モケット色も円磁色に変更された。 5511編成の申請をもって、本系列の増備は完了となった。また、全面相性表示の伝承化並びに、車内座席モケット色のエンジン色化については5501から5509、編成に対しても1978年、昭和53年以降自主行されている。本系列は前日のように、電気連結器を併設していたが、 全編成の6両編成化に伴い、本系列同士の並結運用が消滅したことと、当初想定されていた101系との並結運転が行われない見通しとなったことら、1983年、昭和58年以降順次撤去され、同時にスカート部の切り欠きが縮小された。また、5501から5509編成を対象に、 冷房装置のフタマイナス375から203、新への乾燥が1983年、昭和58年から1987年、昭和62年にかけて実施されている。さらに1987年、昭和62年から翌1988年、昭和63年にかけて、特別修繕と称する更新修繕工事が、 全編成を対象に施行された。同修繕に際しては、車内内装パネル並びに床面、ロンリウムがすべて交換されたほか、区ハ5500系機数車のデッキ部分に、カード式公衆電話並びに清涼飲料水の自動販売機の新設、車内座席のフリーストップ式、リクライニングシート化、シートモケットの青とブルーグレーのツートンカラー化、2棚、カーテンの交換、 デッキ部分への車内スピーカーの増設、トイレ設備の全面交換並びに、トイレ内への非常通話装置の設置など、試行項目は多岐に及ぶ。外観並びに運転関連設備では、屋根上への押し込め型通風機の新設、全面フロントガラスの強化及びワイパーの二連化、全消灯滅光スイッチの足踏み式化、側面固平表示灯の LED 化並びに、 縦長形状化が施行されている。なお、これら改造内容は5511編成における採用実績を反映したものも多く、座席の使用や通風機の増設等、すでに5511編成においては、落成当初より採用されていた項目については、同編成の特別修繕に際しては当然のことながら省略されている。 なお、1984年、昭和59年3月のダイヤ改正を機に、反応より1号車、区波5500系奇数車が、禁煙車に指定され、1988年、昭和63年以降は、池袋より6号車、区波5500系偶数車も、禁煙車となり、1編成6両中2両が、禁煙車となった。本系列は、 全編成とも小手差し建築に配備され、池袋線系統の特急、秩父、拳、武蔵運用に専従していたが、1976年、昭和51年のダイヤ改正より、新宿線西部、新宿西部、秩父線西部、秩父間で休日のみ運行される、奥秩父が新設されたことにより、新宿線系統でも運用されることとなった。これら定期運用のほか、 各種臨時列車にも多く充当されているが、中でも1993年、平成5年5月12日に、池袋西部秩父間で運行された、おし列車に5507編成が充当されたことが、特筆される。運行に際しては編成の方向転換を実施した、ほか、車内座席を赤色モケットの特別仕様のシートへ、交換し、側窓ガラスを特殊強化ガラス製のものへ、 変更されている。なお、その他の臨時列車並びに定期運用の詳細については、レッドアローもしくは、秩父、列車を参照。長年、西部の看板車両として運用された本、系列であったが、1990年代に至り、設計年代の古さに近する居住性の問題や、車令25年近くを経過したことによる各部の老朽化、 陳腐化が目立ちつつあ。このため1990年、平成2年には、後継の新型特急車両計画を一度は発表したが、これは直後に中止となった。しかし本系列の老朽化、陳腐化は進行していたことから、計画中止から間もない1992年、平成4年に、計画の事実上の復活となる1万系の製造を発表。 1993年、平成5年に、それを開始した。1万系は、同年12月のダイヤ改正より、新宿線の定期特急列車、小江戸が新設されたことによる、奥秩父廃止に伴って、本系列は、新宿線系統の定期運用より撤退した。翌1994年、平成6年以降、本系列の代替目的で1万系が、 池袋線系統にも配属されたことに伴い、同年10月17日付で5509.5511編成が除籍され、本系列の淘汰が開始された。1万系の申請に際しては本系列の台車、主要機器を流用する計画であったことから、廃車は急ピッチで進められ、1995年、平成7年に全編成が定期運用を離脱し、 同年10月14日に開催されたさよならイベント並びに同年11月に新宿線系統で運行された団体専用臨時列車小さな旅における運用が最後の運行となった。その後、同年12月13日付で5503編成が除籍されたことをもって本系列は形式消滅した。廃車後は大半の車両が解体処分されたものの 前日のように、台車並びに主要機器については1万系の申請に、再して流用されたほか、西部発の本格的特急用車両という位置づけから、最後に廃車となった5503編成の両戦闘車2両が、西部鉄道関係施設において、生体保存された。また、6両分の車体が、富山地方鉄道へ譲渡されている。 保存車両はいずれも戦闘車区波5500系であり、区波5503.5504が横瀬車両基地において保存されている。通常は非公開とされているが、毎年10月に開催されるイベント、西部トレーンフェスティバルに際して一般に公開される。区波5504は乗務員扉より後部を切断したカットボディ状態で保存されており、一方、 区ハ5 5 0 3は完全な状態で保存されている。いずれも、廃車当時の外観、仕様のまま保存されたが、区ハ5 5 0 3については1999年、平成11年10月に開催された、西部トレインフェスティバル以降、新生当初の外観に近づけるべく、電気連結機並びに、全面相性表示板部分の復元が施行された。なお、5504は、 西武秩父線開業を40周年記念イベントの一環として2009年平成21年に西武秩父駅コンコース西武秩父中店通りにおいて特別展示された1995年平成7年3月に5501編成区派5501もは502 50区派5502が同年11月には5507編成区派5507 もは5058区五5508が、富山地方鉄道へそれぞれ譲渡された。前述のように、本系列の台車並びに主要機器は1万経営、流用されるため、車体と一部の機器のみを譲渡する形となった。譲渡後は、同社稲荷町車両基地、現、稲荷町テクニカルセンターにおいて、各種改造が施行され、主要機器については、九州旅客鉄道、 JR 九州をはじめとした同業他社より調達した廃車発生品をのし、急区波5500系機数車を電動車化して MT 比に MHT の3両編成化が実施された。こうして、同社16010型として導入された、同6両は主に優等列車運用に充当されていたが、乗客減に伴い20メートル車体の3両編成では、 輸送力過剰となったことから2005年平成17年より2両編成化改造が施行された。以降、多客時のみ中間車を増結して運用する形となったものの増解決作業の煩雑さから実際に3両編成で運用される機会は稀であり、中間車については2010年平成22年10月16日を最後に運用を離脱したが、 三島エー治による観光列車アルプスエキスプレス家改造に伴い中間車が復活している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。